黒沢智子黒沢智子は東京都出身のバレエダンサーバレエ教師。戦後の黎明期にバレリーナとして活躍した後、1954年から森岡市内でバレエ教室を主催して数多くの舞踊師を育てた。青森市販学校卒の教育者の三女として東京・奥町に生まれる。8歳でダンスを習い始め、武蔵野高等女学校では、 ダンス部に所属して、石井好みの指導を受ける。その後日本女子大戦でダンスの専門教育を受けた。戦時中は日本にバレエ教師がほとんど存在しなかったため、黒沢が習ったのは菅氏による西洋舞踊であった。戦後の1947年、小牧正秀と谷桃子によるバレエ、バラの性を見て、初めてバレエを志す。 体育教員として地方に赴任していたのを一年で、辞職し、谷の元に入門して、クラシックバレエの猛特訓を受けることになった。1949年、レシルフィードの主役でデビュー。1952年、セルジュリ・ファールの来日公演で谷や松山樹氏と共に、出演した。その後は、谷桃子バレエ団のソリストとして、白鳥の湖などで主役を踊った。 森岡市はもともと父親の出身地が北上市だったことからゆかりがあり、材木賞の黒沢氏との結婚を機に黒沢バレエ研究所を開設。以来森岡で半世紀にわたってバレエ教育と自主公演に携わる。文科生に力丸淳奈、斎藤秋、佐々木洋平、河村真希らがいる。岩手県教育表彰、日本バレエ協会功労賞などを受賞している。 きちんと返事ができ、時間を守ることが、バレエの基本だと言い切る。稽古場では、生徒の特性や心理状況を瞬時に把握し、厳しく、生徒に接するため恐れられる反面、生徒のやる気を引き出すことに長けているという。文下の斎藤秋によると、上滑りの人たちが多く、どんな教育を受けてきたかすぐ見抜かれる。そしてどんどん落語していく。黒沢教室には、 そんな先輩は一人もいなかったという、ありがとうございます。